はい、ダーククロニクル実況メンバーの58やっていきましょう。今回いよいよ最終回となるかと、いう感じでございまして、ルマイト鉱山道最後行ってみたいと思います。裏ボスがね待っておりますわ。こんな微妙に完成しきってないあのプリンセス装備のモニカでございます。メダルがやはりあと14枚足りなかった。あ、行くぞ。魔人。何？ポルカスが言ってた新しいボスってこいつのことかな。え？こいつが？あれ？ポルカス君のお友達？ポルカス君、ミーに強くしてほしいって頼んできたから強くしてあげたのに、あっさりやられちゃったみたいね。やっぱり素材が悪いとダメみたい。あれ、よく見ると二人ともうまそうだね。空気か。ちょうど腹減ってたからユウたち食べてもいい？食べる？そんなのダメに決まってるでしょ。ダメでも食べちゃうもんね。抵抗させていただこう。しかし最強のボスだ。待って、とりあえずね、よし、テルマイト発見。おお、ちっちゃいのがいっぱいいる。いや、これまずちっちゃいのどうにかしないと取れねえな。わわわわ、結構伸びてる。わ、なんか、なんとか一瞬の隙をついて撮影しないと。よし、いたー。俺が適当に打って当てるしかねえんだな。よし、出てる出てる出てる。引いてねえ。
まずい。強い。数でダメージ入んねえか。燃料切れだ。しょうがない。ネバネバ。うん、聞いてない。
無敵モード入ったな。追尾性能があるからね、多少は攻めやすい。こんなこともあろうかチーズの材料を買ってきてあるんだ。結構小麦粉使うね。頑張れ、あとちょっと。どうした？消えた。何だったの？さあ、それよりこのゼルマイト採掘ポイントを早く町長に知らせようよ。きっとこれでバース鉄道を拡張できるはずだね。そうね、町に戻りましょう。あ、アルゴンほどしてねえや。もういっか。静粛に。本日バース鉄道が大陸全土に行き渡り、新しい出発をすることになった。私はこれをきっかけに世界が再び大きな発展を遂げることを願っている。町長、なんか立派になったね。あ、結局普段着。いつか世界にまた危機が訪れようとも、我々は力を合わせ必ずやその危機を乗り越えることができると確信している。なぜなら我々パームブリンクス市民は過去にも数多くの試練を乗り越え苦境に耐え、そしてこの発展を勝ち。この星には闇に包まれた時代がありました。その時代の人たちは闇と戦い未来を勝ち取ったのです。けれどその物語は決して未来へ語り継がれることはありませんでした。本当にこんなとんでもない冒険があったかどうか、それは誰にも証明することはできません。だけどもしあなたが夜空に輝く月と話をすることができるなら、月はきっとこの不思議な冒険を話してくれることでしょう。
というわけで、これをもちまして、ダーククロニクル実況プレイの方は、完結と、させていただきたいと思います。全58パートになりましたね。まあね、なんだろうね、自分が実際このゲームを手に取ったのは、まあ、それこそ自分が確か中学生くらいの時、だったんですけれど、まあ、それまで、やっぱ自分は、ファイナルファンタジーとか、ドラゴンクエストとか、あとは、ま、テイルズシリーズだったりとかね、結構その、定番タイトルばっかり遊んでいる傾向があった中でですね、まあ、なんかふと、こう、ね、近所のゲーム屋にたまたま置いてあったこのゲームのね、あのパッケージの雰囲気に惹かれて遊んでみたんですけれどもね、まあ、このソニーエンターテイメントのさんの方から出ているゲームですと、自分の中だとポポロクロイスシリーズがね、まあ、一番遊んだかなというタイトルだったんで、まあ、その関係で関係とか、まあ、関連でね、ちょっとやってみようかなということで始めたダーククロニクルだったんですけれども、そうですね。まあちょっとシステムがね、まあアクション性だったりとか、結構なんだろうな、なんて言い方したらいいのかな、言葉選ぶと難しいんだけれども、まあなんかそんなね、ガッチガチなアクション RPG っていう感じでもなければね、ボス戦も基本的にはなんか、戦い方見出して倒していくような、まあ結構、なんか、ゼルダシリーズみたいなね、戦い方とかもあったりとかね。だから本格的なボス戦、本格的な戦闘っていうと本当に、ラスボス戦だったりとか、あとはね、その裏ダンジョンでの戦闘が最も、緊迫した戦闘だったんじゃないかなというふうに思うんですけれども。まあ、とにかくやっぱね、趣旨やっぱストーリーがね、いいなっていう感じですかね。お母さんを探して旅に出た主人公のユリスが、まあね、ほんとそのお母さん未来人で結局現代に帰っては来れなかったんだけれどもね。そんな中、一人のね、少年がまず、なんだろう、心身ともに成長していく姿、っていうところにね、すごい感動を覚えたような気がいたします。まあ、あとそのモニカがね、ふらっと帰ってきてその後どうなったんやねんっていう、そこら辺もね、掘り下げてもらえたらより良かったのかなっていう感じではあるんですけれども、まあまあ、いろんなね、そういった部分は、プレイヤーの想像にお任せしますといった、まあ、委ね方もね、一つの物語の完結としては、まあ、ありなんじゃないかなというふうにも思いますね。このおまけってなんだろうな。あ、これか。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。まあ、なんとかね、ドラクエ発売前には、完結させることができたわけですけれども、まあ、ドラクエ、ね、多分15、こう、スチーム版を買ってるんでね、プレイするとしたら15日なんで、その15日にプレイして16に公開間に合うかなーっていうのがちょっと、怪しいところではあるんですけれど、まあ、公開できそうであればドラクエを多分次週からやっていくことになるし、公開間に合わなそうだったら、まあ、次の週かな。で、まあ、来週また別の動画を何か適当に2本ぐらいやって、茶を濁す形になるのかもしれませんけれども、また来週もね、新しい実況の方でお会いしたいなというふうに思います。中途半端に噛みました、今。はい。まあ、そんな感じでね、ダーククロニクル全58パート、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。お疲れ様でした。